トリリオンゲーム、今田美桜、スノーマン目黒蓮と二度目の共演で、信頼、キリカ、に憧れる理由とは、インタビュー。TBS 系金曜ドラマ、トリリオンゲーム、毎週金曜夜10時、に出演し、強烈な印象を残している女優の今田美桜、今田美桜26。今田美桜、スノーマン目黒蓮と二度目の共演で、信頼、目黒蓮さんとは映画作品で共演した時とは真逆で、惹かれ合いながらも対立していく役どころですが、前回の共演時と変化を感じた部分はありますか？共演を重ねて、目黒さんに刺激を受けたことや感心させられたことはありましたか？今田、目黒さんは今作で二度目の共演ですが、前回ご一緒した時とは全く違う役柄のため明るい役を演じている姿が新鮮です。現場ではストイックに作品や役と向き合っているという印象で、目黒さん自身は春のように明るくたくさんおしゃべりをするタイプではないのかなと感じていますが、撮影シーンが多い中でも春としての人格を持っているのはすごいなと思い、春とキリカは対立する役柄ですが春の推しに負けないように対峙して、勝手に目黒さんとのやりとりを楽しんでいます。